皆さん、こんにちは。こんにちは。私はイリナです。仙台市青葉区の県民会館で講演したのは、石巻市に住むイリナ・ホンチョロバさん、63歳です。イリナさんはロシアの軍事侵攻を受け、ウクライナから去年の4月に息子夫婦が住む石巻へと避難してきました。このイベントは昨日まで開催された0224ウクライナの写真展の一環として行われました。本当に今体験していたんだっていうのを身近に感じることができました。そして本当に悲しいなって。県によりますと、今月1日現在、ウクライナから宮城県内に避難してきている人は35人になるということです。